スバル1000、スバルフォルティシモマイナス1、スバルフォルティシモマイナス1は、富士中工業が生産していた乗用車。スバル1000のマイナーチェンジ版として1969年3月発売。マイカー時代の到来に伴い、トヨタカローラ1100、日産、サニー1000などが位置する、いわゆる小型車市場で、 富士重工発の小型車であるスバル1000は1969年3月には月半4000台を上回り一定のシェアを確保することに成功した。しかし市場からのさらなる豪華さ、モアパワーの要求に応え商品性の向上を図ったもの。翌1970年7月にはさらなるマイナーチェンジを受け、スバルフォルティシモ -1300G シリーズに 移行したことを考えれば、結果的に多少中途半端なモデルであったことは、否定できず、一年余りの短命なモデルに終わった。一方、アメリカ向け輸出車両としては、富士重工業としては、初となる本格的な小型車で、1970年から1971年にかけて1万台余りが海を渡っている。搭載される標準の EA61、 そのツインキャブ版で、スポーツセダン、スーパーツーリングに搭載される EA61S エンジンともに、スバル1000の EA52、及びスバル1000スポーツセダンの EA53 のボアを 4mm 拡大したのみで、大きな変更は行われていない。スバル1000と同じ。スポーツセダンとスーパーツーリングに2系統ブレーキシステムを採用。スバル1000と基本的に共通だが、 フロントグリルが台形をモチーフにしたプラスチック一体成形のものに変更されイメージチェンジを図っている。このスバルフォルティッシュもマイナス1で採用された台形グリルは1993年発売の BD-BG 型レガシーからスバルのイメージモチーフとして復活し細かい変形を加えられながら現在も用いられている。標準車は全車にボンネット先端に フォルティシモ -1 エンブレムが追加。また、デラックス以上にリアガーニッシュ、トランクフードオーナメントが装着される。スバルフォルティシモ -1 から C ピラーにベンチレーターが新設され、右がルームベンチレーションとして、左が燃料パイプブリーザーとして機能する。デラックス以上に装着されるバンパーオーバーライダーを樹脂製に変更。スポーツセガンは樹脂製砲弾ミラー。 ボンネット先端に座るオーナメント専用ホイールキャップを採用。基本的には座る線と共通だが、ダッシュボード中央下にベンチレーションコントロール、ラジオ、シガーライター、灰皿を一体にしたナセルを新設。標準車のステアリングホイールもクラッシュパッド一体型の樹脂製に変更した。スポーツセダン、スーパーツーリングには木目長樹脂製、ステアリングホイール、 木目調シフトノブ、ビニールレザー10のセンターコンソールが標準装備となる。オプションでクーラーが設定されていた。途中からゼニス・ストロンバーグキャブレターに連想に変更。ありがとうございます。